おはようございます。いいよ今日はついにオーストラリアオープンに行きます。イエーイ。あれしフォートナイトのやつでしょ。違います。テニスの方です。あ、テニスのオーストラリアオープン。やっぱメルボルンといったらオーストラリアオープン、メルボルンの一大イベントじゃないですか。そうですね、はい、そうですね。テニス興味あんの？夢あなたね。あ、ラックンが一番行きたがってたんじゃないの？もちろん行きたいです。今日は、もうオーストラリアオープン始まって5日目ぐらい。あ、今日中の週末、月曜スタートで2週間だからオーストラリアオープン。はい、今1週間目の土曜日でございます。今日は一番混むとこだよ、これ週末だから。そうだね、うん、家族みんなで1日行きたいと思います。ミラちゃんも初のオーストラリアオープンです。イエーイ。誰見たいですか？チチパス見たいですか？チチパスですか？今日はね、グランドパスっていうのを買ってて。グランドパスって何ですか？アリーナには入れないやつね。そう、大きい外コートだけは見れるやつ。大きいコートには入れないんだけど、入れるやつ、あ、1個入れるやつあるわ。グランドパスでも入れるアリーナもある、多分並ぶ、はい。まあ、赤ちゃんがいるので、うちらはね、もともと大きいアリーナには入れない。ああ、なんでだからミラさんがアリーナ入れないかっていうと、やっぱ静かにしてないと怒られちゃうんで。そうね、ミラさんがギャーギャーもし言い出しちゃったら、ちょっとコラって言われる可能性が。コラとは言われないけどね、ちょっと気まずくなっちゃうから。でもオーストラリアオープンはね、子連れでも楽しめるし、ファミリーフレンドリーだから。そう、テニスに興味がなくてもイベントとしてね、1日楽しめる。もうほんとフェス行くみたいな感じで、そういうノリで行けるので、まあ本当メルボルンにいるなら絶対ね、行っといた方がいいイベントでございます、うん。やっぱ年々ファミリーフレンドリー感は高まってると思います。そうだね、今年ちょっとキッズエリアめちゃくちゃ楽しみなんですよ。うん、いや絶対楽しいと思うんで、ね。で、去年コロナでさ、うちら行けなかったから、うん、なおさらね。まあうちはもう1日目行ったんだけど、ラックンは今年初です。フリンダースに到着しました。会場はフリンダースから歩いて10分ぐらいのところです。本当に今日は暑いね。まだ10時前だから今日は暑くなるね。みんな帽子とかサングラスとか、あと日焼け止めは絶対持ってきた方がいいです。でもね、日焼け止めは会場にもある。で、あとドリンクボトルだね、給水所みたいなところがあるから、ドリンクボトルがあれば買わなくていいから。そうそう、お水足せます。給水所だらけでオーストラリアオープン。そうだね、暑いから。あと、まあ出店とかもちろんお酒もね飲めるんだけど、高いからそういうのを買わない人は、まあご飯とかもね少し持っていくといいと思います。みんなピクニックみたいな感じで食べ物持ってくる。そうそうそう、ピクニック的な感じでやってる人も多いから、酒飲み来てる人だけも多いと思う。そう、パーティーエリアで。そう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 、ライブとかやってるから。全然テニス見ないで一日中お酒飲んでる人もいます。芝生エリアがいい感じでずっと酒飲める。あとオーストラリアオープン入るときはワクチンの証明書は必要となります。最近オーストラリアのイベントは全部ワクチン打ってないと入れない。そうだね。あとチェックインも必ずします。で、チケットは携帯で QR コードをかざすだけで OK です。女子が大阪さんの顔が書いてあります。まずはチェックインします。気持ちいい？
また。パーティー。問題。Sunshade, stay nice and hydrated, and whack on a hat. Keep an eye out for those water fans as well. Got a lot of fun to yourself. Hey, whack it up on the socials. Hashtag Oz Open. And just search for Can I have a selfie? Yeah. Thank you. No worries. Thank you. Thank you.今ね、ロッドレーバーのこの涼しいところでお昼ご飯食べてたら、あの親切だ、そう、すごい優しいおばさんがペアレントルームを教えてくれました。あ、ここか。誰も気づかねえ。ペットボトル6ドルでこのアイスが 5.2 ドルという激高です。生き返った、生き返ってきてる。バケハもらいました。私はお団子で変な感じだけど、ラック似合ってるよ。あ、こっちの方がいいわ、キャップより。そう、カバーしてくれるし。みんな帽子は絶対に持ってきましょう。あとサングラスも。エミレーツがスポンサーです。
少ねえやから。ね。めっちゃ楽しそう。暑い。暑いのでこまめに休憩をしましょう。水もしっかり飲んでる。そう、水もしっかり飲んで。めっちゃ焼けてる。冬らしっかり焼けてる。日焼け止め塗ってもこういう風に焼けるので皆さん気をつけましょう。オーストラリア別に日焼け止めは焼けないために塗ってるわけじゃないから。だから何回か塗り直すってこと。もうね、今日3回くらいは塗り直してるよ、日焼け止め。えらい。3回くらい塗ってんじゃん。偉い。それでもこれだからね。ああ、そんなもんだよ。たくん行きな。写真撮りたい。ということで今タクシーに乗って帰宅しています。朝10時に行ってもう5時半だから、まあ7時間ぐらい今日は1日いました、オーストラリアオープンに。ねえミルちゃん、もうねちょっと暑すぎて限界が来たので。もう7時間いただけすごいよね。あ、頑張った。頑張ったよね。結構いい。俺的には充実したと思うけど、うん、まあ、半分くらいは休憩してたけど、うん、試合も今日一つも見てないんですけども。試合はあれですよ、やっぱ1周目に行ったらもっと試合見てたかもしれない。そうだね、もうジュニアになってるから。なんかそんなには。そう、アリーナ入りにくいしね、皆さんいるから。そうそう、いいの楽しかった。だからまあ練習も見れたし、結構ミーハーなことやって。そうそうそう、有名な選手とかにも会えたりさ、ラックも写真撮れたりしたから。そう、最後結構2人ぐらい撮れたりね。充実したんじゃないかと思います。ナイトセッションでも全然いいよね、この暑さだったら。
まあ、俺はやっぱデイセッションこの暑さが好きだけど、そうだね、オーストラリアオープンっぽいなと思うから、うん、楽しい、やっぱりみんなワイワイしてて、うん、暑い時の方がみんなワイワイしてるから、うん、そうだね、うん、まあ、みんなこの暑さと日焼けには気をつけて、そうですね、暑さ弱い人はちょっときついね、きついね、この暑さ、オーストラリアの暑さ慣れてない人はちょっと来る、うん、マジでしんどいこの暑さは、太陽怖えと思う、あとやっぱね子連れはちょっとねこの暑さ、でも結構いたよね、うん、いた、ベビーカーの人、ベビーカーの人結構いたけど、みんな頑張ってるな、子供はにもね気をつけて、楽しめば、夢は日焼け処理が、いやマジ日焼け超痛いと思う、これ耳とかも焼けちゃったし耳結構赤いよ、結構赤い、自分で分かんないけどさ、赤赤い、はい、ということで、今日はもうお家に帰ってゆっくりしたいと思います、テレビで見ます、夜のち、そうだね、おいしい、では今日の動画も見てくださりありがとうございます、また次の動画でお会いしましょう、またね、バイ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 、みるちゃん、Australia, but it's certainly nice to be back on home soil now and playing as well as I did tonight, it was a lot of fun out here.